鶴見銀行鉄道は、かつて、東京都麹町区丸の内一丁目に本社を置き、地方鉄道事業、軌道事業等を行っていた、朝の財閥系の鉄道事業者である。戦時買収施設の一社で、東日本旅客鉄道鶴見線の前身にあたる、鉄道路線や海岸電気軌道から継承した軌道線を運営していたが、1937年に軌道線を廃止し、 1943年には保有していた鉄道線全線が戦時買収により国有化された。鉄道路線の国家買収後は不動産の賃貸、売買、管理等を業務としている。神奈川県横浜市鶴見区の JR 鶴見駅に隣接する商業ビル、ミナールビルを建設し、1985年10月に竣工したことに伴い、 1987年6月に本社をドービル6階へ移転した。2019年4月1日付で、東亜辞書株式会社を九州合併し、東亜リアルエステート株式会社に称号を変更した。川崎鶴見臨行バスは、鶴見臨行鉄道の乗り合いバス事業を起源として、成立したバス事業者である。浅野総一郎鶴見臨行鉄道創始者。 朝の財閥総水鶴見臨港鉄道社門1943年7月1日に鉄道全線が国有化され国鉄鶴見線となったこの際の事情について会社側や親会社の東亜建設では国家総動員法の発令により強制買収されたと説明している鉄道省の担当者からはこの時大東亜戦争が終結した後には買収路線を 元の会社に戻すという公約束を受けていた。そこで終戦後の1946年頃からこの約束の履行を求めて同じ朝の財閥遊園の南部鉄道、大梅電気鉄道、奥多摩電気鉄道とともに非買収し鉄払い下げ運動を行った。当初は南部鉄道が運動を主導したが、これは南部、大梅、奥多摩の三社が合併して、 関東電鉄を結成するという構想の中心を南部鉄道が担ったためであった。その後は鶴見林港鉄道が主導権を握り、1947年に非売収鉄道間元期制同盟会へと発展する。払い下げが実現した際には鶴見林港を加えた4社で合併し、関東電鉄を発足させることにしていた。 公共企業体日本国有鉄道が発足する直前の1949年には鉄道還元法案が国会に提出され衆議院では可決されたものの参議院では審議未了廃案となったその2年後の1951年同様の法案が再度国会に提出されたものの今度は衆議院でも審議未了廃案になり非買収支鉄払い下げ運動は終わった これにより1950年代には南部鉄道も陸上交通事業の継続を断念し、1954年10月に三家の立川バスを小田急電鉄に売却した。また、大梅電気鉄道の三家であったバス事業者の奥多摩信仰は、1956年に京王帝都電鉄の三家に入り、 1963年西東京バス発足時の三者合併の際には合併主体として法人の母体となった。非買収支鉄払い下げ運動の終了後は2006年4月の京浜急行電鉄による川崎鶴見臨港バスの完全公害者化に伴い株式交換に応じ、鶴見臨港鉄道は陸上交通事業から完全に撤退。 有力マリコンとなった東亜建設の下で、山木延長線の用地として、買収済みだった鶴見駅、西口周辺の土地を活用する不動産業に特化していった。国有化時点で12形式41両が在籍した。貨物輸送が鉄道建設の大きな目的であったことから、多数の貨車を所有していた。国鉄では生石灰輸送目的にほとんど、 限られていて少水しか保有していなかった鉄側有害者や鉄製有害者を有害者の保有数に比較して多数保有していたのが特徴でこれは主に石油を缶入りで搭載するといった目的で使用されていたと考えられている。また沿線の製鉄所で使用するコークスを輸送するための無害者はコークスの比重が軽いことから側板、つ板が高くされているものがあった。 この他に、日本交換所有の私有無害車が55両、無害水イカス車が12両、芝浦製作所所有の私有大物車3両が、鶴見臨港鉄道に車席編入されていた。有害車、鉄川有害車、鉄製有害車、テム5008無害車、トム2008大物車。ありがとうございます。